ごいですね。はい、どうぞ。キャプテンフィーチャー当たり拍手なんですけれども、ルパン三世をやってはりましたね、大野裕二さんかな、ね、大野裕二さんでございます。はい、それでは最後でございますけれどもね、頑張って当てていただきたいと思いますが、ちょっともうちょっと時間がありますのでね、皆さんに、ちょっとまたお聞きしたいと思います。前の人だけに聞いてね、ちょっと悪いんですが、後ろの人ごめんなさいね。では今度は先ほど男の人聞きましたが、女の人から、こんにちは、お名前何とおっしゃるんですか。石田さん、どこからいらっしゃいます。大阪市内、もう今日は見るために声優さんの朝早くからいらっしゃったんですか。そうですか。アニメもうほとんど見てはりますか。もうどういうのが好きですか。なるほどね、わかりました。他にもね、どなたかちょっと聞いてみたいと思いますけれどもね。はい、あ、それからね、もう一回何回も言うようでございますけれどもね、後ろからね、なるべく押さないようにね、前の人すごいかわいそうなのね、もうすごい悲壮なんです、ここ舞台ね、もうなるべく舞台からちょっと後ろへ下がるようにお願いします。もう大変なんです、押さないようにお願いします。あんまりコンサートする場合はね、コンサート中止にすることもございますので、なるべく皆さんマナーを守って後ろから押さないようにお願いします。戸田恵子さんです、どうぞ。こんにちは。ようこそお越しくださいました。今日はどこからいらっしゃいました。今日は東京からです。飛行機ね、もっと早いのでグルズもいらしたのがね、遅れちゃって1時間遅れなかったけど1時間近く遅れちゃってね、びっくりしちゃった、こんなにびっくりした。もうね、さっきからね、もう朝早くから待ってくださってますのでね、今日は頑張っていただきたいと思います。浅上陽子さんです。拍手お願いします。はい、それから、戸田恵子さんです。戸田さんにはね、もう昨日から頑張っていただいております。おはようございます。おはようございます。今日もまたすごい、またまたね、すごい人なのでよろしくお願いいたしますね。はい、こちらこそです。はい、ちょっと前ごめんなさい。はい、最後は西谷由美さんです。こんにちは。こんにちは。今日はどちらの方から。今日は、陽子ちゃんと一緒に東京から。あ、そうです。でビューンと来ました。なるほど、随分可愛らしい人ですねでも今日雨が降ってるのにね、こんなにいっぱい集まって。そうなんです、本当にもう満員でね、本当もうどうも申し、後ろの方どうも申し訳ございませんあまり押し合ったりしないで怪我をしないようにしてくださいね。はい、ということでございます。それではですね、3人の方出てきていただいてますけれども、それぞれお一人ずつね、コンサートの方を始めてまいりたいと思いますので、まずは浅上陽子さんからお願いしたいと思います。どうぞ後ろの方でね、立ってきてください。はい、よろしくお願いします。どうも、浅上陽子さんでございまして、お手柔らかに。はい、こちらこそよろしくお願いします。汗びっしょり。もういいです。拭いてください。ないの？貸してあげる。やる？ありがとうございます。どうも、優しい方ですね。汗びっしょりなんだもん。すごくね、もう、なんでですか、熱気でね。はい、すごくお天気が悪いので、本当に朝早くからもう10時のね、会場と同時にどーっと押し寄せてきてくださいましてね。東京はね、すごいピーク、危ない、倒れちゃってるんじゃないの。あ、押さないでね。押さないでくださいね。お願いしますね。だいたい前の方にいる人は何時頃に来てるのかしら。何時に来たの。9時半。9時半に来たの。まだね、9時半の方はいいんですけどね、6時という方もいらっしゃるみたいでね、すごいんですよね。はい、早速なんですけどもね、はい、浅上さんは、はい、あれですね、森ゆきの声を出してらっしゃいましてね、
もう長いんですよね。もう森行きだけで間飛んだりしてるんですけどね、7、8年、今年8年目になるんじゃないかな。あ、そうですか、はい、どうですか、あの森さんをやってて、ゆきさんをやってましてね、はい、感想は。やっぱりね、向こうあの絵の方はとても素敵な人だから、できるだけあの私のね、あの似てない部分をひた隠しにしてやるのがすごく苦労します。あ、どうですか、はい、はい、それではね、あの早速1曲目を歌っていただきたいと思うんですけれども、はい、もう私ね、歌も全然苦手でダメなんですけどね、もうしょうがなくて、なぜかね、私不義理をして2つの会社からねレコードを出しちゃってるんですよね、はい、で今日はしょうがないので1曲ずつそれぞれの会社の歌を歌うことにしました。なるほど、両方させてという感じで、はい、わかりました。じゃあその1曲目は、はい、子猫の風です。はい、わかりました、よろしくお願いします。子猫の風です、聴いてください。中止にするぞというね、お声がかかってますのでね、あのもう本当に押さないように、やっぱりね、
最後まで皆さんの声優さんのねお歌も聞きたいしおしゃべりも聞きたいですしね、皆さんもすごく朝早くから来ていただいてますよね。申し訳ないですしね、どうか押さないように、絶対に押さないようにお願いします、お願いします。ということでございまして、はい、お話を続けたいと思うんですけれども、はい、浅上さんはね、はい、大体声優さんというのは俳優さんを兼ねてて声優さんになった方が多いんですけども、浅上さんの場合はなんか声優さんに、お願い押さないで、ちょっと背伸びしようか、ねえ、大丈夫、はい、大丈夫ですね、はい、はい、なんか声優さんになりたくて行っちゃったということなんですけれども、はい、そうなんですよ、私とってもアニメーションが好きでね、でアニメーションのずっと放送部なんかね、学校でクラブ活動でやってたんで、はい、でアニメーションの声がやれたら面白いんじゃないかなと思って、はい、それで、はい、一生懸命こうね、はい、やっぱりこう芝居の勉強しにとか、はい、いろんな勉強しにあちこちこう戸を叩いてね、お願いします、はい、勉強させてくださいっていう感じで言って、それで今一生懸命やっとやれてるっていう感じなんです。そうなんですか、はい、で一番最初のデビューのあれは作品は何だったんですか。アニメーションだとね、はい、ゼロテスターっていう番組のアニメーションのリサっていう役がね、なるほど、初めてのレギュラーとして初めてのアニメーション、ね、あまり揺れないでね、押さないでね、はい、ちょっと前に危ないのでね、本当にそれはようにお願いいたしますはい、もう大変な人気でございましてね、それではですね、2曲目の方を歌っていただきたいと思います。さっきのね、浅上さんもね、はい、声優さんだけでなしにラジオの方も出ていらっしゃいましてね、はい、すごい人気のアニメトピアというね、聞いてる人、わーすごい、すごい、みんな聞いてらっしゃる、小田抜きテラスを聞いてる人は、わー、あんまりないんだ、FM 大阪の方ですのでよろしくお願いします。はい、ということでまた宣伝とかありますが、本当にね、頑張ってもらいたいと思います、はい、アニメトピアで、なんかイケズ娘なんですか。そうなんです、イケズ娘なんですね。今歌った曲は割と可愛いという感じの曲でしょ、はい、でね、今度の歌はね、哀愁のイケズ娘といってね、はい、イケズ娘そのままっていう感じの歌なんですわかりました、じゃあ早速聴いてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。いけない定めに涙雨、 I cannot go, I would not go, 愛は地球を救うのに、 I cannot go, I would not go, 私一人を救えない、イケズ娘でした。はい、どうも
あのね、アニメトピアのレコードなんか聴いてくださってありがとうございます。レコードには2番までないんです。こういう時だけ用に2番も作ってもらって2番まで歌っています。りょうこちゃんの方も同じですから、はい、お番のテーマを歌ってくれってね頼んでくださいね。なるほどね、はい、2人で頑張ってらっしゃいますけども、はい、それじゃあね、あのちょっとここでね、今後 の、 あの予定の方なんかもちょっと聞きたいんですけども、ね、はい、あのね、もう最新情報なんですけれども、はい、今年の8月の終わりか9月の頭頃にね、はい、グリックの大冒険っていう斉藤あずみさんかなの原作のね、はい、あのアニメーションが、はい、劇場用のアニメーションがあるんですけれども、はい、それのグリックが水嶋優くんで、はい、恋人のノンノン役に私が決まりましたので。わーそうですか、はい、多分まだね、声とか全然入れてないんです。フィルムも出来上がってないんで、はい、声の録音が7月の頭ぐらいになるんじゃないかな。一生懸命あの頑張ります。グリックの大冒険っていうのはね、はい、ガンバの大冒険って知ってますか？はい、知ってます。あのガンバの大冒険はね、ネズミの話で、その前に作られたあの、はい、リスのお話なんですね、はい、でその中にガンバって出てくるんです、お友達が途中で助けてくれるのね、はい、そのガンバだけのお話が別にできたのはガンバの大冒険っていうの。だからガンバの大冒険の先にできた、はい、とってもね、勇気とかね、自立とかね、はい、素晴らしい、もう本当に素晴らしいお話なんです。そうですか。だから一生懸命やりますから、はい、見てください。いや頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。赤谷陽子さんでした。あのここでもう一度皆さんにお願いします。あの声優さんたちね、本当に皆さん朝からね、はい、早くから来ていただきまして、本当にコンサートやりたいんですけれども、皆さんがね、あのあまり押されて危険な状態になりますとすぐに中止という形になりますので、どうか皆さん絶対に後ろから押さないようにお願いいたします。よろしくお願いしますね。声優さんたちで本当にもうやる気になってらっしゃいますので、よろしくお願いします。それではあの2番目のゲストです。とっても人気者の三ツ矢さんなんですけれどもね、それでは早速お歌の方を歌っていただきたいと思います。もうすごいです。もう今日はねこの話題に触れないでおこうと思ったんですけども、もうおめでとうという声が出ておりますのでね、5月9日にご結婚なさるので、でも本当におめでとうございます。ありがとうございます。昨日もね、戸田さんには来ていただきまして、はい、昨日も大変な人だったんですけれども、はい、今日もまたね、ものすごい。そうですね、あのさっきね、浅上さんが一番最初に歌ってらっしゃる時にもう裏ではね、中止なんつって言われて、私たち、あ、じゃあこのまま出番なしに帰るんだなと思ってたんですけども、あの本当に怪我のないように、はい、最後まで、あの見にくい方もたくさんいらっしゃるかと思いますけども、あのそうですね、本当によろしくです。もうね、本当にあの今日来てくださるゲストね、もう皆さんのために一生懸命あのお歌を歌ったりとお話ししたりしたいと思ってらっしゃいますので、どうか皆さんあの最後までコンサート続けられますように、よろしくお願いします。後ろから押さないようによろしくお願いいたします。ということでございまして、昨日はね、あのジーパン姿ですごくスポーティーだったんですけど、今日はずっと変わってて嬉しいな雰囲気で、あのめっめったにスカートは履かないんですけども。そうなんですか。見えない姿ですか。先日武道館でね、アニメ術祭のグランプリがあった時に、はい、ちょっと着て、まあ、割と弦のいい服なんで。なるほどね。はい、そういえばあのアニメのアニメグランプリで、はい、あのアニメソング賞ね、主題歌の部門で、はい、イデオンの副主題歌がね、グランプリを取ることができまして、ね、ありがとうございます。これはまた後で歌っていただきますけど、はい、まずあの第1曲目なんですけれども、はい、あのガンダムの挿入歌から歌います、はい、今はお休み、はい、よろしくお願いします。広げてあなたを待つわ、今日のあなたは辛いのかしら、そんなことない、私たちだからね、おやすみアムロ。こんな時代と人
はどこにいるのかしら。未来、あなたは今幸せです。ブライトは軍のお仕事で大変でしょうね。セイ、一人暮らしのあなたにしあなたはまだ疲れているのでしょうか。タイ、ハヤト、フラウ、立派に戦った勇敢な人たち、あなた方は強く、そして勝つべき金庫、あなたたちこそ本当のニュータイプです。新しい人の道を開いてください。翼を広げて、あなたの楽を、寂しいかしら。そんなとこない私たちだから、ねおやすみアムロ。こんな二人が育つこと、ただ悲しみがあって、憧れる番組にゲストで出たことがあるんですけども、はい、それ以後、まあ、ほとんど初めてっていう感じで、はい、マチルダをやりました。そうですか、はい、あのね、お芝居は普段、お芝居を普段やられてるんですけれども、はい、やはりあの随分勝手が違うもんですか。そうですね、やっぱり絵に合わせて喋るっていう、これがもう基本ですから、その基本がさっき三ツ矢さんもおっしゃってたように、はい、慣れなくて、なんかわけのわかんないうちに終わってしまったっていう感じなんですけどもね。なるほどね。私の場合でも未だにそうですけどね、どこ行っても。いやいやね、でもすごく本当にきちっとりしたあの大人の女性をね演じてくださいましたけれども、それではですね、はい、第2曲目なんですけれども、はい、あの先ほどもちょっとあの話題に触れましたけれども、アニメグランプリの主題歌の方でアニメソング賞、はい、あの受賞してましたね、お歌を歌っていただきたいと思います、はい、ではコスモスに君とを聴いてください、はい、お願いします。分けて、刻
だ後でもいつか見つかる生き続けたら君は悲しい愛し合いふと触れ合って思い出だけに閉じ込めてみる飛んできましたね。ありがとうございます。もう一度ね、申しますけども、後ろからなるべく押さないようにお願いいたします。ということで、2曲歌っていただきましたけれども、はい、なんかいろいろとこれからレコードを出す予定なんていうのあるんでしょうか。はい、そうですね、レコードは、不思議な島のフローネという番組の挿入歌を、近々というかもう東京に帰って割とすぐレコーディングすることになってます。はい、そうですか。それから洗面所の方も、なんか LP が出るそうで、その中の挿入歌を歌うことになりました。なるほど。その間からねスタートしております。洗面所の初め役 で、そうです。初めての少年の役ということで、どうですか。そうなんです。もう宿泊してやってます。長く続く番組だと思いますし、来年は映画化も決定されてますし、イデオンもなんか映画化することになったらしいです。どうもありがとうございます。それからガンダムのパート2と、はい、もう盛りだくさんで、はい、ますます頑張りたいと思います。それから6月の上旬には個人の LP をレコーディングすることになりまして、はい、初めてのオリジナルを、たくさん吹き込むことになりますけども、はい、まあ、余裕がありましたらそちらの方もよろしくどうぞ。洗面所の皆さん応援してください。はい、とりあえずはアニメーションの洗面所王というので、はい、雨漏りはじめ役で、今年もいっぱい走ろうと思ってます。よろしくお願いします。本当に頑張ってくださいね。はい、どうもありがとうございました。もう一度戸田さんに拍手をお願いします。それじゃあね、もう一度お三方に出ていただきたいと思います。三ツ矢さん、浅上さんもどうぞ出てきてください。はい、今日のねゲストでございます、戸田恵子さん、三ツ矢雄二さん、それから浅上陽子さんでございます。もう一度今日頑張ってくださいましたお三方に拍手をお願いします。はい、どうもありがとうございます。ということでございましてね、この状態ですので本当に申し訳ないんですが、皆様にお断りしておかなければいけないことができました。質問コーナーをね設けてたんですけれども、どうしてもこの状態では続けられないということで、質問コーナーは